ただきまして本当にありがとうございます。そしてあいつもの感じで腕を上げられると思ったらちょっと今腕を怪我しまして、すいません。でもこんな素敵ないっぱい笑顔をいただきまして、すごくやっぱりね、笑顔っていうのはいいですね。人をなんか励ます力を持っていると言いますか、元気に明るくさせてくれるという感じはすごくしますけれども、皆様本当にまあこの新しいタムスク潮崎店で、ね、6月にオープンされたと聞いておりますけれども、やっぱり本当に明るい、まあ外もねとっても山々が綺麗で空も海も近いですけれども、今日は本当にいい天気で、そして皆さんこうたくさんお越しいただきまして本当にありがとうございます。大きな拍手をお願いします。いやでも本当に今日は新潟も暑いんですけれども、はい、そうですね、この夏はすごく暑かったと思います。石田さんでも元気の秘訣とかあれば教えていただきたいなと、はい、やっぱりもう心をね、いつもこう元気にして、まあ、やる気、元気、本気、勇気、熱気、熱気、活気と気をやっぱりいつも気というやる気とか元気とか言いますよね。気がたくさんあると本当にエネルギーもアップしますから、まあ、ちょっとエネルギーアップしすぎて怪我をしたりすることもありますけれども、まあまあ年も関係なく、まあいろいろね、皆さん疲れることも大変なことも、まあ、いくつかあるとは思いますけれども、でもやっぱりどんどんそういう気をいっぱい持ってれば、よく言いますけどもね、やる気という気はエネルギーです。エネルギー、やっぱり僕は思いますけども、皆さんも聞いたことあると思いますけども、やはりこう息高らかに息健康にという、息というのは心、気はエネルギーということで、心とエネルギーをこう高らかに、そしていっぱいこう、ね、満タンでいるということがいいんじゃないかなと思いますけどね。やっぱりそのためにもぜひですね、まあやっぱりさっきも言いました、こう笑顔といいますか、そういうこう気持ち、そしてこうとってもね、いろいろありますけれども、それを吹き飛ばしているポジティブな思考、まあたまにはねうまくいかないこともあるけども、人生うまくいくようにできていると僕は思います。それを信じられる人には、だからまあもう私なんか無理無理とか絶対もういいことなんかないんですとかダメとかあまり言わないで、必ずいいことが起きると信じて、いいことが自分のところに来る、きっとうまくいく、そういうふうに思うとね、いいと思います。ちょっと音も大きいのでいろいろあれですけれども、まあ主観は単なる気分に過ぎないけれども、主観的になるってね、すぐああもうダメとかすぐに慣れちゃうんですよ。主観的になることはすごく簡単なんですけれども、楽観は大いなる意志の産物であると、つまり楽観的になるのは意外と大変なんですね。意志がないと大丈夫と、きっと勝つと、きっとうまくいくと、なんとかなると、そういうふうに思うっていうのは意外と大変なんですよ。自分の意志がないといけない。だから悲観と楽観というのは単なる反対語ではなくて、楽観的になるのって一個上の精神的には一個上の状態を言うのではないかと、まあ、僕は思いますけれども、ぜひ、まあいろんなことがあります。例えば病気になったり、こういうふうに怪我をしたり、ね、人体を切った骨を折った、でもそれをきっと何かいい、きっとねいい何か知らせというか、もうちょっとゆっくりしなさいとか、少しいろいろ考えてみなさい、立ち止まってみなさいとか、いろんないいこともやっぱり必ず本当にねあると思うんですね。やっぱりそういうふうに考えていくことが僕は大切だと思います。本当にやっぱりそういう考え方ってとてもね、そうそう、やっぱり生きていく上ではすごい大切だと思います。確かにね、そういうコメント、皆さんいろんなストレスも終わりとは思いますけれども、一番いいストレス解消法は美味しいものを食べる、
そういうことらしいですね。じゃあですね、新潟にもすごくたくさん美味しいものがあるでしょ。天井そばとか、ね、あともちろんお米も美味しいし、海の幸も、ね、そして、まあ、牛とか鶏とかもいっぱい美味しいのがありますけども、はい、でも今日はね、美味しいものを食べるっていうのはやっぱり、そのお金をかけるってことじゃなくて、うん、納豆ご飯だけでもいい、ね、ご飯と海苔と卵だけでも結構美味しいですよ。ちゃんといいものをやっぱりその時に、まあ、選んで食べると本当ストレス解消します。あと次は多分ね、温かいお風呂に入ってのんびりしたり、そういうのがねやっぱり2番目にストレス解消も、そしてお酒を飲む人は、まあ、夕焼けを見ながら、あるいは夜、ね、空を見ながら、なんとなくこうのんびりとお酒を飲んだりとか、美味しいですよね。サンツルがこっちにもありますし、シンハリズとか、まあ、我々も知ってますけども、そういう日本酒だったり、焼酎だったり、いろんなお酒もいいです。そして、まあ、それでも、まあ、だいぶ、最初になりますけど、まあ、やっぱり、ダムズに来ればいろんなストレスを解消できますから、バーッと遊んで、まあ、